ケツンです。ということで今回はですね、このバイオハザードレジスタンスベータ版ですね、やっていこうと思うんですが、これね4月3日に発売されるバイオハザードリメイク3についてくる非対称人数型の PVP なんですけど、キラー側ゾンビ側が1でサバイバー側が4でやっていくやつです。でこれめちゃめちゃ簡単にルール説明すると、キラー側は監視カメラで見ながらコストに応じてゾンビやトラップをこうバーってステージに配置して、で、制限時間を削り切ると勝利です。上に制限時間書いてあるでしょ。で、まあ、例えば、プレイヤーをキルしたら45秒時間が削れたりするんですよ。で、まあ、プレイヤーはもちろん復活できます。永遠と復活できる。ただ、復活するたびに45秒ずつ、制限時間を持っていかれる。で、逆に、サバイバー側は、ミッションをこなしていくと制限時間が増えます。ゾンビをキルしたり、まあ、ミッションをクリアしたりすると、少しずつ、こう、制限時間が上がっていく。で、ミッションは全部で3つあんのかな ?3 つクリアすると勝ち。で、こっから見ながらやっていきたいなと思うんですけど、今ね、私、リッカーをおびおき寄せたんですよ。で、左下に今、赤い文字で1って書いてあるんですよ。書いてあるでしょ。今、2になった。で、これがコストです。で、コストが最大10までこう自然に時間に応じて上がっていく。で、カードが4枚あるじゃないですか。で、カードのところに、あ、今ちょっと消えたね。サバイバー側が中に入った。中に入ったから今度移動しないといけないので、これ、マップを開いて、で、監視カメラが設置してあるじゃないですか。で、監視カメラで見たいところを見ると。で、今トラバサミコスト3って書いてあるよね。で、そのトラバサミとかをこう仕掛けたりできる。コスト3を使ってね。ハイズリゾンビはコスト0。まあ、クソな子だから。で、そういうので足止めをしながらダウンして、まあ、制限時間を削っていけっていうゲームなんですよ。これむちゃくちゃ面白いよ。マジで面白い。で、これほら、今俺ゾンビを出したりするでしょ。で、今俺が持ってるのが強化弾ね。これは、ゾンビが強くなります。当てると。で、ゾンビ剣とかを、2位のところに召喚することができる。で、こうやってほら、5秒、マイナス5秒とかなったやろ。まあ、トラップに引っかかったからマイナス5秒削れたとかね、そういう感じです。で、今ほら、強化弾を打った。強化弾打ったら赤いオーラになるんですよ。で、そんな感じで、やっていきます。お前は罠にかかった。で、敵はね、監視カメラをね、壊したりすることもできる。で、今俺はコストを使ってマシンガンをね、ゴミみたいに当たった、マシンガンを監視カメラにつけた。で、このカードがあるでしょ。カードは体験版の時は固定で、デッキの中からランダムでどん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 変わる変わるカードが出てくるって感じかな。で、こうやってどん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 ゾンビをこうリスさせて、どんどん敵の時間を削っていけって感じで、今敵プラス20秒とかなったやろ。あのゾンビを倒したりしたからかな。で、こうやってミッションしてるんですよ、鍵を取るところに。で、後ろにほらいいでしょ、こうやって後ろに、敵が気づいてないところで爆弾とか設置したり、トラバサミを設置して罠にかけることでどん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 タイムがね、削れていくという感じです。だいたい分かってきた。何が具合はどうやねん。ホールド、あら、あ、4人揃った時点でこれ強制的にゾンビ消えんの。あ、オッケーオッケー、また一つ私は学びを得た。そういう感じね。じゃあ、あそこら辺で召喚するのは良くないな。コストの無駄だな。この省エネ運転って、使用中の監視カメラで使うスキルカードのコストを一定時間わずかに下げる。あ、めっちゃいいね。ってことは、使えるものがあるはずよ。うるせえ、何が使えるものがあるはず。面白い、こいつが破壊されるのはいい。ああ、こいつ一人やな。孤立してるやつを叩くのがいっちゃいい。トラバサミ引っかかるやろ。引っかからねえか。しくったな。どうしようかな。あ、来た。あー、トラバサミに気づいてんね。破壊されたかな。ここに召喚させよう。よーしよーしよーしやれ。くそ、ゾンビゾンビ。よーし、手伝え手伝え手伝え。凶暴か凶暴か凶暴か。うらー、よしよし、凶暴か凶暴か。お前もよーしよしよし、やれ。ボンボコボコにしろ、ボコボコにしろ。よーし、まだまだ、バカトラップ。妙に動くと、
妙に動くとな、ぶっ刺さるぞ。いいうんなうんないやうらううっうらうらうらうわ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 あれ閉めちゃったのかな。いやうわあ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 うわまだ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 俺は生きてるぞ。殺してみろ俺を。やってみろよ俺はボケたボカ、おめえらなんかな全員手のひらなんだよ。お前は死ぬ前にこのカオスを見られたんだ。僕はここですよ。殺せ殺せ、やつを逃がすな。あばらを、あばら、うららなんだお前、やれ素手でやろうってのか。かっこいいやつやな、ボケが。無理なんだよお前じゃ。いや、まだいい、まだいい、まだいい。一発の弾じゃめったに殺してくれ。シュシュシュ、よっしゃ。次はどこや、どこ行くねお前ら。廊下ですか。イービー召喚します。ハイズリゾンビじゃあ、やばい、タイラント、よし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 、マリアさん、タイラントの召喚が、はぁー、私の恋は、しゃあ、ボケカスタムがロケットランチャーですか。味方もろともですね、気に入ったよ。味方もろともやるなんてさ、お前のことはどうでもいい。こんにちは、なんか閉じ込められてますね。はるくん、はるくん、はるくん、まだかな。はるくん立って、はるくん死んじゃったの。はるくん立ってもらわないと困るよ。なんだダウンしたのか。じゃあこっちで蘇生しに行ってるやついないんじゃないかな。何蘇生してんだお前、おら何蘇生してんだよおら、やんのかおら。こいつ回復するやつ、てぇな、目が見えへん。いや、いいやつは捨ておけ、捨ておけ。アイアンクロー、ボーン！あれれれれ、死んでもらおうか。ノー！滅殺！天元黒龍はよ。うわうわ俺には勝てん。誰も誰も俺を、俺の館から逃げ切れることはできない。ブいや、これね、正直言ってね、キラー側の方がね、めっちゃ面白い。このサバイバーの4人の方の楽しさが20とするなら、このキラー側の楽しさ7億。もうマジで。いや、この喜びを知ったらね、やばい。はい、ということで今回はこの辺で、今オープンベータ中でね、無料なんで、ぜひ気になる方はやってみてください。ご視聴ありがとうございました。